るよ。腹ペコアムシ、なんかね、うちはね、よくわかんないけどね、カナタソに英語をね、さゆりがね、教えさせようとしたらしくてさ、ちっちゃい時って、英語の絵本があったわけよ。で、それを英語で読んだ後、日本語でカナタソじゃねえや、さゆりが読んでくれるっていう、なんか英才教育を受けてたんだけど、まあ、その結果こんなに英語はまあ、喋れないんで、あんまり意味はなかったんだと思うんですけど、そう、英才教育敗北してたよ。英語を学ぼうと思ってね、最近ね、本買ってね、一人で夜読んだり、何か行動するときに一人ごとで英語で言うようにしたりしてるから、最近は。これをもし英語だったらなんて言うっていう、なんかちゃんと文章とかさ、英会話の文法とかあると思うんだけど、今の自分だったらなんて表すと思って、なんかいろいろちょっと英語でね、一人ごと言ったりしてる。EN と話そうよ。でもね、必ずね、思ったよ、確かに。その、英語しか喋れないっていう人と、喋るっていうのは、めちゃめちゃでかいかも、と思ってさ。多分ね、日本語も喋れると、必ず結構甘えちゃうんで、なんとなくしか日本語わかんないっていう人と、喋り続けるのありだけど、それを、フォロメンに貸すかって感じだよね。カナタソって英語でなんて言うの？それをカナタソじゃない？もうこのご時世じゃなかったらね、もういっそのこと海外に住んでみるというのもありなのかしら。ちょっと怖いけど。ちょっと何にもわかんないかわかんないけど。ゴリラはええな、ゴリラは。カナタ翻訳機買わないの？え？翻訳機？え、翻訳機ってあれだよね。なんかさ、私はカナタソですって言ったらなんかさ、My name is カナタソって言ってくれるやつでしょ？それって。それなんかスマホにあるんじゃないの？多分。ネネチがバカ高いやつ買ってた。おい、ネネチそれ宝の持ち腐れじゃないの？ねえ。ネネちゃん、ほんとに？ネネちゃんを活かせるのか？それってさ、え？最初1万円ぐらいのやつでいいんじゃないの？だって続かないかもしれないじゃん。ネネチ喋れる。え？嘘、ネネチそのペラペラのイメージないですけど、ネネチのがすごい。海外ニキニキ用にしてた。アメちゃんもネネチから聞いて翻訳機買った。え？マジ？あ、でも配信とかではパッと答えるのはありなの？めっちゃ活かしてた。めっちゃいいやつ。ちょっと、そうなんだ。ネネチで聞いてみようかな。ネネチにごめんなさいわ。いや、ちょっとそのね、最近カナタソね、ホロメンの配信マジでチェックできてなくて、浦島太郎になってるんで、ちょっとそれのこと知らないんで、さすがにそれ見てからじゃないとごめんなさいはまだできないかなーって思うよね。ちょっとみんなが嘘ってる可能性とかもさ、あるからさ、ちょっとさ、見よう。そうなんだ。でも偉いね。ちゃんとさ、英語も、カナタソもさ、もうそろそろ英語学ばないと、いよいよやばいぞって思って、なんかいろいろね、なんか試したんだけど、なんか英語、オンライン授業とか、数が少ないのか、なかなか、なんか女性のね、先生なんですけど、海外ネキ。優しい英語なんだろうけど、何言われたかわかんなくて、repeat, after me とか言って、でね、なんかうまくね、できなかった。男性の先生でもいいじゃん。僕はね、男性の先生とうまく喋れる自信がなかったね。これはみんなへの気遣いとかではなく、カナタソが普通に女の子との方が喋れるから。やっぱり、なんかまずコミュニケーションなんだなって思った。英語が喋れる喋れないじゃなくて、まず物おじせず喋れる。ここが大事なんだなって。でも先生はさ、パーフェクトパーフェクトみたいな感じでなんかね、すごいめっちゃいいよ、グッドグッドってめっちゃ言ってくれたけど、なんか心の中ではさ、いやもうこれは先生は仕事だからそう言ってるわけであって全然グッドじゃないんだろうな、みたいなことをさ、思っていた。インゲには無理じゃ。いや、これさ、日本語でも厳しいわって思ったよね、なんか。でもね、配信上で、ラストとかでさ、特に裏作業中とかなんですけど、EN だったり ID のメンバーとちょっと会ったりすると、で、相手がボイチャを使ってくれると、カナタソも使おうと思って使うんだけどさ、その時に、言いたい言葉とかがパッと英語で出てこなかったりするんで、もうね、メモしてこの辺置いとこうと思ってんだよね。なんかよく使うやつ。リサイクラー先にどうぞとか。このクレートはあなたのものですとかさ、なんかそういうのとか、いろいろちょっと言えるようにしときたいなと思って。そう、全部よこせとか、打つぞとかね。英会話ラストをちょっとね、使っていきたいなと思いますね。今、お前は大したものを持っていないかもしれないが、俺はこれを持っているんだぜ。いつだってお前をやることができるんだ。みたいなこととかを、ネタっぽく言ってくれる、なんか英文法がいい。